ロハスの一ロハスは、フィリピンパナイ島にある都市であり、カピス州の州都である。コプラ栽培及び養殖業の中心地で、周囲の平野は、砂糖キビ、米、ココナツ、果樹、麻、タバコなどの生産地である。ロハス及び周辺では、異論語,語が話される。2000年の国勢調査によれば、人口は126,352人で、世帯数は25,126。 ロハス市はパナイ島の北東端に位置し、北に渋谷海とマスバテ島との間のジントトロ海峡を望む。首都マニラからは西南に4 0 0トル、いろいろ州の州都いろいろ市からは北東へ1 3 5キロメートル、アクラン州州都のカリボからは東へ8 6トル。マニラからは飛行機で45分、船で18時間ほどである。ロハス市の救命はカピス市である。 カピスは1693年に町となったが、この場所は元はフィリピンの征服者で、スペイン領フィリピンの初代総督、ミゲル・ロペスでレガスピがセブからマニラへの遠征の途中で入植した地であった。当時は東隣のパナイ町がこの地域の中心で、カピスはその近郊であった。1732年の記録では、カピスの住民数は327人となっている。 1746年、カピスは、軍政府の所在地になったが、政治的、宗教的には、セブシ教管区の支配下にあった。人口は1760年の調査では3971人に増え、1847年5月31日には、欧霊によりカピスは、州の都となった。1876年の人口は17683人に増えた。 カピスは1951年5月12日、法律により町から死に昇格した。この時、カピスの町出身で、フィリピン独立後の初代大統領となったマニュエル・ロハスの栄誉を称えて、現在のロハスという名に改名された。人口は増加傾向である。1990年の国勢調査で10万3171人だった。人口は10年後には12万人を超えた。 シナジャ・サハラロンの祭りは、市の創設を祝い毎年12月の第1週に行われる。直後には、フィリピンの漁業の中心地の一つであることを記念するディ a l ールフェスティバルが、さらにこの地方の神話や民話の豊かさを象徴するオスワンフェスティバルが行われる。シナジャ・サハラロンは、元は、市が開催するシナジャと州が開催する。 ハラロンという別の祭りであり、両方とも一時と抱いていたが、一年に大きな祭りを二度、行うことの負担から一つにまとめられた。特筆される場所は、パナイバシ、パヌブリオン博物館、リバス漁港、バニカ魚市場、カピスベイリゾート、ラプラプ農園、モロジン海賊の襲撃に備える見張り塔などであり、その他多くの美しい砂浜がある。ありがとうございます。